三春の調整地三春の橋より上流方、花見川との合流地点勝田川は、千葉県中央部を流れる利根川水系の一級河川。千葉県千葉市稲毛区の東部、小武家町の若葉区との境界付近に源を発し、北流する。稲毛区と四津海道市の境界部を流れ、四津海道市に入ると、東関東自動車道を越える。続いて、花見川区との境界部を流れ、 第2方面からの第3排水路を合わせる。今度は桜市、花見川草海となり向きを北西へ変え、うなや橋付近でうなた排水路と合流する。左岸は、三春のニュータウンで住宅造成に伴う三春の調整地が設けられている。八千代市、花見川草海になると、勝田付近で小手橋台方面からの排水路を合わせ、勝田台南付近で 陰バ放水路に合流する。うなた峡より下流の 3.59km が一級河川に指定されている。なお一級河川に指定されていない上流部はうなた二号排水路という故障が使われることがある。かつてこの川は平戸川上流部に位置し、花見川合流地点よりさらに北へ流れ陰馬へ注いでいたが、陰バ放水路の完成により、 インバ沼と花火川河口が結ばれ、東京湾へ流れる河川に変わった。以前の流路上には大和田排水機場があるためインバ沼へ流れ出ることはなくなっている。流域では1970年代より宅地開発が進行し、台風や集中豪雨により沿岸農地の浸水被害が相次いだことから、重要河川に指定された1990年度より、 巡洋河川改修事業として対策が始まり、一級河川に昇格した1994年度より指定区間について河川改修事業を進めている。流域の4市で勝田川改修協議会を設置し、流域費に応じて護岸工事、稼働掘削や橋の掛け替えへの事業負担を行っている。そのため整備に要する期間が長く、 上流部ではこの事業の終了を待って、河川整備に着手せざるを得ないことから、2007年水源の昇進町にポンプ排水設備を暫定的に設置している。2008年には、第三排水路において勝田川合流点から約 1.5km の緑川丘付近まで改修を終えている。なお、勝田川河川改修事業は2015年度末に、 完了予定だが、千葉市の財政悪化が理由で地帯が発生している。整備区間の支流部では、小手橋台から勝田川へ流入する排水路流域において、小手橋台団地造成時に、小手橋台調整地を整備した。この調整地は単なる貯水目的で設置されたものだったが、周囲に桜並木があるなど自然環境が豊富であることから、 2004年以降千葉市と千葉大学の共同研究により多自然型調整地を形成する取り組みがなされた。2006年2月には小学校と自治体が加わった小手橋大調整地水辺づくり協議会を結成し、2009年に整備が終了した。現在では花見川流域で唯一の多自然型調整地として市民の憩いの場になっている。 うなた1号排水路流域では、1998年度より、うなや調整地の工事に着手し、2008年に完成している。現在5万3千立方メートル貯留可能で、今後は溶石増大を図るとしている。河川改修事業によって、国道16号より下流部で新流路の改作が行われ、2008年度に完了した。これにより花見川合流地点は、 東京湾よりに150メートルほど移動し、急流路は水流が停止した。だが、勝田台地区の雨水排水管が2本接続されていることからそのまま残されており、転落事故防止の観点から埋め立ての要望が出されている。埋め立て工事は、勝田川改修協議会ではなく、千葉県が施行する計画で、まだ進捗は見られていない。 また、稼働に挟まれた三角地帯を公園とする、要望もあるが、民有地であるため整備計画はないという。四街道市議会会議録平成23年9月、第3回定例会、四街道市議会会議録平成23年3月、第1回定例会、八千代市議会会議録平成22年11月、第4回定例会。ありがとうございます。